はい、今緊急でね動画を撮ってるんですけども、タイトルにある通り民色と初当選ということでありがとうございます。まあすぐネタバレすると、もちろん末端です。ですね、今回本数字4、11、13、21、26で、ボーナス数字が19でした。で、私が当たったのは11、13、26のこの3つの、はい、数字が当たりました。ちょっと見てください。これは証拠なんですけど、これ見るとなんかあと2つ当たったら1等ですよ。1等だったらね722万円ゲットでした。だからこのあと2つ、これがピッタ仕様だったら722万ですよ。やっぱりね、ミニ色と夢あるわ。なんかいつか当たりそう。これね、確率を調べたんですよ。調べたっていうのは、まあ検索すれば出てくるんですけど、5つの数字を当てるわけです。1から31だったかな。はい、この中で5つの数字をピタリ当てれば1等でだいたい1000万前後がもらえるんですけど、多い時はほんと1000万超えるんですよ。まあ今回23口1等当てた人がいるんで、まあ全国に23人700万ゲットした人がいるわけですけど、これね、17万分の1なんですよ。はい。いや、確率低すぎだろうと思う人いるかもしれないですけど、これロト系では破格の確率の高さです。ロト6が600万分の1ぐらいですかね、確か。ロト7が1000万分の1ぐらいですか。うん。それと比べたら17万分の1。来そうですよね。うん。でも実際有名人の石原良純っていう天気予報士いるんですけど、この人、2回当ててます。1等。で、合計でだいたい1000万ちょいもらってるみたいですよ。うん。だからちょっと配当は少ない時だったんですかね。2回当ててんですよ。17万分の1を。まあ、それだけお金使ってるって言ってましたけど、多分100万以上はつぎ込んでるみたいなこと言ってましたけど。で、さらにね、さっき知った追加情報では、石原良純、自分のマネージャーにプレゼントしたミニ色と、これも当ててんです。1等。その時はなんと700万円の配当金だったということで。実質石原良純一人で3回当ててんですよね。いや、私も1回来るだろ。来いって、なんで金持ちに、さらに金持ちにさせてんだよって話ですから。こいつか来るんじゃないかなということで、まあ、幸先いいということで、初当選ということで、見ると、確か、うん、これね、初当選ってタイトルに書いたんですけど、本当は初かなっていうところあるんですけど、ロト6と7は末端当たったことあるんですよ。ミニロトは多分、ね、初めてだと思いますよ。うん。もし万が一過去の動画でミニロト当選って動画私出してたらちょっと完全に忘れてるんですけど、多分初です。1000円です。なのでもう奮発してね、ステーキ買いましたよ。といっても格安スーパーのアメリカ産のステーキですけど、これ安くないですか？これ2枚。2枚300グラムぐらいあるんですけど、なんと、ほら、見てください。471円。安すぎでしょ。で、ビールも飲んじゃいます。ね。今、よだれがすごいんで、早く食べたいんですよ。うん。ということで、まあ、こういうね、うん、当選金額しょぼいかもしれないですけど、まあ、人生初っていうのはね、記念にやっぱり動画化したいんですよ。うん。ちなみにね、3等だったとしたら、1万円なんですよ。しょぼいですよね。で、2等も、11万円なんですよ。正直2等で11万回って思いますよね。これはね、だ1等当てないと意味ないです。見事は。うん。1等で一気に離れられますからね、722万。これ700万あったら、今欲しいもん。全部買えますね。私って幸福度があんまりお金かかんないレベルで幸福度マックスになりそうですね。700万で欲しいもん全部買えちゃうんですね。ということでこれ、早く飲んで、ステーキも食べたいです。ではでは、ありがとうございました。
今日お昼の仕事がお休みなんです。なので朝から行っちゃいましょう。乾杯。夜勤明けのビール最高。まあ、発泡酒ですけど。薄っ。薄いステーキですけど、うまいんだよな、これが。すごく美味しいです。これ1枚だから220円ですよ、ステーキ。すごいな、業務用スーパー。安っ。アメリカさん、アメリカ最高。じゃあちょっとアメトーク見ながら。アメトークがね、TVer で見れるようになったんでね。最近すごい見てるんですよ。それでは皆さんも、良い一日をお過ごしください。今日お昼の仕事が休みなので、たっぷり休んで、まあ、今日の夜、いつもより早めに、生配信やりたいですね。まあ、いつも通りだったら、あ、こいつめっちゃ寝たなと思ってください。はい。健康を選んだということで、それでは。変な感じですが、はいはい、お客さんちょっと事情がありまして、はい、まずちょっと説明させてもらいますね、はい、今日の収録でもともとは井森美幸さん大好き芸人っていうのを撮ろうと思ってみんな集まっていただいております、はいはい、そのリーダーがあの山ちゃん山田さんリーダーなの、ね、はいはい、山ちゃんがちょっと逮捕されちゃった今スマホ見てごらん、スマホ感じ、まあ、その状態ではもう今は、だから山ちゃんはもうちょっと